類書とは、現代日本語で、ある書物と類似する書物を意味する単語。この記事では扱わない。前近代の中国や日本に存在した伝統的な書物のジャンルの一つ。この記事で扱う。類書とは、あらゆる単語について、その要例を過去の書籍から引用した上で、それらの単語を、天地人草木鳥獣などの分類順、または寺院順に配列して、 検索の瓶を測った、地引きのことである。結果として、百科事典の機能も持つ。現代の古典文見学において、類書は重要な資料とみなされる。というのも、類書が作られた後で、引用元となった書籍が散逸してしまうケースも多々、生じた。そのような散逸した書籍のことを、一書と言い,い、一書から引用された文章、または、原稿本にない文章を、 一文という。類書に含まれた一文は、一書を現代に再現したり、原稿本を保管したりする上で欠かせない材料になる。そのような理由から、類書は重要視される。中国では、漁氏春秋や、ナ南コが原点とされているが、いずれも思想についてまとめたものであり、本格的な類書の最後のものとされるのは、儀の葬儀のコーランがルーツと考えられている。 ただし、初期の類書は、監視作成のための用語集的なものであったと考えられ、現在中国に残されている最古の類書とされる、書頭に作られた、王陽淳の、芸文類樹、愚世南の、北道書章、助犬の、書学期などは、そうした色彩の強い類書である。また、仏教文献に関する類書として、唐の道よの、法音玉林、道教文献に関する類書として、 北州の武帝の戦とされる無常費用、北総大の雲9七、九字がある。五代十国時代以後により実用的な目的を持った類書が登場するようになる。総大の太平五乱や薩不元気、秋代の永楽大典や三歳図絵、新代の廃部民夫や古今と初修正などがその代表例である。 宋代から新代にかけて、印刷技術の発達などを背景に、実用的な生活百科事典、通称、日曜類書も多数作られた。例として、五社抜け金、三代万葉、正宗、許可必要事例全集などがある。日曜類書の内容は、天文、地理から占い、法律、医学、教育、料理のレシピまで多岐にわたる。 中国と海を隔てた日本では漢石を収集することが困難であったため、類書の伝来は歓迎された。群書地用や太平五蘭などは、江戸幕府が金沢文庫から正確な版を取り寄せて、さらに皇帝を加えて写本させたことが知られている。日本で編纂された類書としては、平安時代の皮膚略和名類受賞、類似国史、江戸時代の 和漢三サ,サイズ絵などが知られている。堺2011、堺で2018、日曜類書について、ありがとうございます。